メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ。バッターボックスには代打の佐藤。次が4球目、アウトコース、これは見送ってボールです。3ボールになりました。逃げ持っていった、大きな打球だ、勝ち越しなるか、入った、ホームラン、佐藤勝ち越し、スリーランホームラン。ライオンズこの終盤リードを奪われる痛い一発となりました。ライオンズ勝ち越しを許します。4対1。ストライクを取りに行った球が甘くなってしまいましたね。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、もう一息でしたね。もうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。